ちは MTF 淑女、50歳の村田理香です。今日珍しく眼鏡の理香です。眼鏡理香です。 はい、そして若干ですけれども なんか見づらいぞというようなアングル撮りに、なってますね。その心は、全身を撮れるようにというような、気持ちで、写しております。はい、元に戻します。はい、早速ですね、ムービーの冒頭は、毎度おなじみ、理科の、ファッションチェックです。ビジネススタイルですね。ストライプ柄の、タイトスカートに、フレアとシースルーを織り交ぜたブラウス着で、先日アップしたばっかりで、またいきなりアップというのは異例の速さなんですね。はい、実はですね、実はというほどでもないんですけれども、44歳村田理香 YouTube ムービー、43から撮り始めてまして、今44歳からを公開中なんですけれども、すべてお部屋気取りになるんですけれども、その私の、いでたち、ファッションですね、当然これ私服でして、さらに、もっと言えば普段着です。で、普段着であって、なおかつ、仕事着でもあります。まさにですね、この取ったばかりの、このいでたちで、いつもいつもお仕事に行っています。今日はお誘い撮影なんですかっていうふうに言われると、そうであったら嬉しいなというところではあるんですけどね、残念ながらそう頻繁にお誘い撮影をいただけるほど、売れっ子ではありませんので、後ろ盾も、何もない、本当にすっからかんのズブの素人ですから。コネクションも何もないので、行き当たりばったり的な ところになるんですけどもね。で、生活を補う形で、もう1年以上ですけれども、恵比寿を拠点にした、ココラインというですね、相談サイトって言っていいんでしょうか。いろんなお悩みを承るアドバイザー職ですね。私の場合には、以前の YouTube でもお伝えしている通り、行動心理学とか、環境心理学とか、状況心理学といったところから、プロファイリングを行って、それはこれこれこういう心理状態に、あって、こういう表現でお伝えしてるんじゃないでしょうか、といったような、アドバイスを、謎解き、紐解きみたいなところもありましてね。そんな立ち位置でお仕事をしてるんですけれども、今日、そのお仕事にこのいでたちで行ってきます。特別珍しいいでたちではありません。一見するとですね、どっちが先かって言われたら、定かではないんですけれども、そうですね、立ち上がれば分かりますね。立ち上がると分かりやすいと思うんですけれども、見えますでしょうか。一
見すると、ブルゾンですね。ブルゾンなんちゃらさんと、たくさん格好になってしまってます。このいでたちでですね、これも普段着です。別にビジネス仕様でも何でもないです。その都度その日その時の、気分に合わせて、ファッションコーディネートを行う。まあ普通に女性的な感覚ですよね。今日はどんな格好をしようかしら。その格好ですので、今日はこの気分で。ちなみにですね、満を持して始めます。ストアカというストリートアカデミーですね。で、開催してもいいですよというお墨付きをいただいて、開催する運びになりました。みなし女性 MTF、いわば女性名改名を済ませて、社会的に平等性を持った立ち位置で女性らしく生きていくための登竜門第一歩ですよね。女性名改名というのも、それのいろはを皆さんにお教えする、そんなお仕事というかライフワークを加えることになりまして、もちろんその時のいでたちもまさにまんまこれです。この格好でおそらく講師をすることもあると思います。今日はタイトスカートを履いてますけれども、これがフレアの時も当然あるでしょうし、ただもっぱらですね、お誘い撮影デート以外の、あれこれの、活動中、例えば今日の、ココラインのプロファイラーアドバイザーのお仕事の時も大半はだいたいこのメガネです。そしてその、MTF 向けのみなし女性への、女性名改名への、準備講習みたいな形で、講師をする時も、このメガネスタイルに、おそらくなると思います。普段コンタクトで撮影に臨んでいるときは、コンタクトに乱視が入ってないんですね。入れると高くなるみたい。メガネの方には、もう20年ぐらい前から使っているこのメガネ。25年ですね。50歳ですかね、今。25年前のメガネですね。乱視が入っているものですので、多分このメガネスタイルで、お教えする形になると思います。ちょっとした、助教師スタイル なのかもしれません。直接の、指導講習を行いますので、手取り、足取り、このいでたちで、皆さんとこうやって座った方がいいんですよとか、こうやって立つんですよ、こうやって歩くんですよ。その後ろ姿は、その振る舞いは、まさに男性の目から見て素敵な女性だなと、直感を、響かせる、そんな 今何かブーブー言いましたけど、今のメールが入りました。そんな入り立ちだと思うんですけど、そんなことを行うのは、このメガネの美香さんで行うと思います。今日久しぶりにメガネのリカさんが、どんな普段に活動をしているのかをちょっとお伝えしたくなりまして、急遽撮ってしまいました。それとですね、実はこのタイトスカートなんですけども、さっきの立ち位置姿で、もしやというふうに、思われた方もいらっしゃるかもしれませんけど、
今、実はダイエット中なんですよ。はい。気がつけばですね、去年の夏に履いていたスカートが全滅してまして、これはいけないと思いまして、今4週目なんですけれども、やっと去年履いてたスカートが履けるところまでなんとか取り戻したので、まあ、それでちょっとね、見せたくなってしまったということもありまして、メガネリカにタイトスカート似合いますでしょ？あ、当然ピンヒールです。はい、今日もですね、どなたかさんにお会いすることはないんですけども、まあ、ここら辺のお仕事はメール対応になりますので、この村田里香のいでたちを、誰かに目に留まってしまうってことはないんですけれども、それでも普段着はこれです。仕事着はこれです。そして、そのストア課で、講習を行って、取り足取り講習する時も、この普段着仕事着です。メガネのリカさんにご興味がある方はどうぞこちらまで。出てない？はい、ということです。今日のざれ言、卵と、よまいごと、ここまでです。明日はですね、私多分お盆休みというか、多分実家のお墓参り行ってくると思います。皆さんのね、ご先祖様にはね、行った方がいいですよということです。はい、ではエンディングトークです。MTF 塾長、50歳の諦めないで的な村田里香でした。ではでは。